こんにちは。紙物好きの雑記帳166回目の投稿になります。今日はこちらの黒いお花紙を使いましたハロウィンのお菓子包みを作っていきたいと思います。よろしければ最後までお付き合いください。早いもので10月に入りまして、で10月の31日はハロウィンがあります。で私ね、職業柄毎年10月31日は、お菓子をね職場で配るというのが年間行事の一つになっています。で今日はねそちらを、準備していこうかなと思うんですけれども、材料もそれから作り方もとてもシンプルなものなので、もしね皆さんも職場や学校それからご家庭でハロウィンをされる予定のある方は、参考にしていただければと思います。それでは材料から紹介していきたいと思います。こちらまずメインの材料になりますが、お花紙黒を使います。で私は結構な数を作るので、たくさん入っているパックを、パッケージプラザから購入しました。でね、お花紙って皆さんこちら黒のってなかなか見かけたことないと思うんですが、例えばピンクとか黄色とか白だったら学校の掲示板だったりとか運動会なんかでこう丸いポンポンのようなお花を作る紙として、多分皆さん見たことはあるんじゃないかなと思います。でね、こちらのお花紙ってかなりね色の種類がたくさんあるんですね。で結構ねペーパークラフトなんかにも、素材として使えますので、よかったらねちょっと探してみてください。色のバリエーションもねすごく豊富なんですよ。でこちらのお花紙と、それから次にこちら細い紐になります。これはセリアから購入しました。で今回黒の、ペーパーを使いますので、それにちょっと色をね合わせるような感じで、ちょっと綺麗なね銀色の糸も入った紫色だったりとかターコイズブルーだったりとか、いろいろな、ね、色がミックスされてるんですが、こちらの紐を用意します。で例えば特別ねこういう綺麗な紐を用意しなくても、例えば、お裁縫用の木綿糸黒なんかでも代用できますので、お家にあるもので使っていただいて結構です。で次にこちら目玉ボタンというものです。こちらはダイソーで購入しました。こちらボタンというふうになっていますが、ボタンの形状ではなくて後ろが平たくなっています。そして接着用とあるように後ろは接着剤やテープなんかで留めていくようなタイプになります。よくねぬいぐるみだったりとかマスコットにこうやって振ると目玉がフル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 と揺れるものになります。それからテープです。普通のセロハンテープでも OK です。私は、こちら黒のマスキングテープがありましたので、こちらを使っていきたいと思います。そして中に入れますお菓子、それからちょっと遊び程度でおもちゃなんかを入れたい場合にはお好みのおもちゃだったりとか、こういったものをご用意ください。そして最後にこちら、白いラベルですね。はい、こちらをご用意ください。大きさは何でもいいです。このちっちゃいものでもいいですし、またはまあラベルがない場合には手貼りになりますけれども、白い紙を用意していただければと思います。それでは早速作っていきたいと思います。それではまず最初に作業がスムースに進むように、ある程度ね材料の方を加工して作っていきたいと思います。まずは紐の方なんですが、一つの包みに対して2本使います。で約30センチの長さに切ってください。で作りたい
お菓子包み ×2 の数で紐を切っていきます。大体で結構です。はい、こんな感じで紐の方を用意します。それから次にこちら目玉ボタンなんですが、これね、こんな感じになっていて後ろが平らになっていますので、後ろに両面テープをつけていきます。これも一つの包みに対して2つ使います。でね、この目玉も種類、大きさのね、種類がいくつかありましたので、大小いろいろ用意しても面白いかなと思います。で、こんな感じです。お花紙を1枚用意していただいて、この中にお菓子を入れていきます。お好みでこれね、コンフェティなんかを入れても面白いかなと思います。したらお菓子をこんな感じでくるくるくると丸めて、ちょっとおにぎりのような感じで形を整えます。でね、お菓子によってはちょっとお菓子の角がね、紙に当たってしまってちょっとね、破れてしまうこともあるんですが、これはまたこの上に紙を包んでいきますので、多少の破れだったら気にせずにこんな感じでお団子を作ります。もう一個作ってみますね。こういう風にちょっと破れが出ちゃうこともあるんですけども、まあ、できるだけね、こうならないようには気をつけてほしいんですが、紙がね、薄いのでこれはもうしょうがないです。そして端っこをテープでこう留めておきます。こんな感じでおにぎり状のものを作りました。で、一応これで準備段階が完了という風になります。それではいよいよお菓子包みの本体を作っていきたいと思います。で、今度はお花紙を2枚用意します。で、お花紙ってよく見ると裏表がありまして、若干ね、光沢のある方を表面にします。ですから今回は、ちょっとね、ツルツルツヤツヤっとした方を下にしてこういうふうに置いていただきます。で、上の部分をね、ここ約1センチぐらい2枚合わせてこうやって折ります。こんな感じですね。で、ここに先ほど用意しました
1枚のお花紙で包んであるお菓子を置いておきます。こういうふうにね、1枚あらかじめ包んでおくことで形が整うんですね。はい、なのでこんな感じで包んだものをくるくるくると筒状になるように、はい、丸めます。中央にね、お菓子が来るようにね。でここでテープで留めをします。はい、で先ほどね1センチで折っていただいたのは、お花紙がね2枚重なってるので、やはりここの部分がね綺麗になるように先ほど1センチに折りました。でそうしましたらこんな感じで飴包みっていうんですか、飴のように1回半くらいキュッキュッと風にねじります。お菓子の部分がねこんな感じでちょっと丸くなるように形を整えます。で整えましたら今度は両端を紐でくるくるっと結わえて、ここで長結びをします。両方同じようにしてください。はい、こんな感じになります。でこちらがテープ止めした方で、テープ止めがない方、こちらを表面にします。でそうしましたら今度はこの飴のひらひら部分をちょっとねこういう風に広げていただきます。こういう風にね。でそうしたらここをこんな感じでちょっとコウモリの羽をイメージしてカットしていただきます。反対側も、こういうふうに、はい、そうするとちょっとコウモリっぽく見えませんか。はい、でこちらの両面テープを貼った目玉をお好きな位置に、こんな感じで目玉を貼ります。そして最後にこちら、私はラベルを使いますが、普通の白い紙片でも全然 OK です。これでちっちゃく三角形を作ります。でこれをでコウモリの牙に見立てて出来上がりです。はい、こんな感じになりました。いかがですか。これをね今年はたくさん作っていこうと思います。ちょっともう一つ作ってみようと思います。2枚重ねて表面を下にして、
でこのように、コウモリ型のハロウィンお菓子包みがたくさん出来上がりました。いかがですか？作り方としてはね、とても簡単なものなので、よろしければね、まだハロウィンまでちょっと時間がありますので、ぜひ作ってハロウィンを楽しんでみてください。はい、そしてあとこちらね、黒いお花紙でまた別のバージョンも作ってみました。ドラクエのスライムみたいな形というか、真っ黒クロスケみたいなというか、何かわからないですけど、ちょっとね目玉をつけることでなんか可愛いキャラになるんですよね。でこちらの作り方に関しては、以前の、紙物好きの雑記帳53回目、そちらの方もハロウィンのお菓子包みの動画なんですが、オレンジ色の紙のバージョンで、作ってますので、作り方を紹介していますので、もしこちらも作ってみたいという方は、下の概要欄にリンクを貼っておきますので、合わせてご覧いただければと思います。それでは今日もここまでご覧いただきまして、どうもありがとうございました。よろしければグッドマーク、コメント、そしてチャンネル登録の方、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。